抑えて勝利を飾っております。おお、また都の登場ですよ。連続ですね、これこれはダブダブ、ね、ダブですね、はい、はい、ダブかなりね、あの佐々木選手これまでも連続参戦しますけど、はい、どうですかこのダブの雰囲気っていうのは。なんですかね、この広島のこの血の熱さというか、やっぱり熱い、熱いですね、はい。さあ、ということでこれはこれはあれですね、はい、歌舞伎キットとやった、これ本当はハードコアじゃなかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、あの前日があの葛西とやった葛西工業のガラスで詰まっちゃったんですけど、あれの翌日なんですか、はい、あれの翌日広島に行ったら、なんかこんなこと、僕が入場したらもうリング上がこんなになったお前騙し打ちじゃないの、ハードコアやるよなみたいな感じで言われて、嫌だって言えないじゃないですかこの状況で。嫌ですけど言えないですよ。これで一個一個片付けるのは源太郎ぐらいなもんで、源太郎さんだったらきちんと片付けますね。前の日ね、急にカード変わってガラスにチラチラって、はい、お前と一緒にやってよかったよって笠井選手に言われて、はい、翌日広島に行って騙し打ち、はい、その大変ですね、やられましたねこれは。歌舞伎ケタ選手はこの番組結構久しぶりだと思うけど、うん、結構頑張ってるわ。いや、頑張ってますね、よく考えてますよ、はい、いろいろ。あ、そう、はい、なんか、まあ後でコメントなんか聞いたんですけど、うん、あの勝ち目がねえと思ったら、うん、どうすれば自分が勝てるかを、うん、もう一生懸命考えたっていう。なるほどね、はい、まあ、本当にプロレスのように失ったら、はい、ね、どの手を使ってもやっぱり3つ取りに行くっていうのは、はい、レストランって間違ってないんですよね。間違ってないです、はい、特にハードコアとかデスマッチではそういう工夫っていうのはね、実力をひっくり返す、はい、こう余地があるもんだから。あ、結構ダメージがありましたよ今の。とにかく勝ちに貪欲なんで、そこは、うん、はい、そこは僕はすごいと思いますね、褒めるべきところだと思いますね、うん、はい、あ、もう、あ、しかも連続、しかも脚立の上、ここまでしないと、はい、いや、でもこれしんどかったですね、めちゃめちゃしんどかったです。本当ですか、はい、この後ちょっと格好つけてもう一回この脚立の上に自分で受け身取ったんですけど、ええ、肘痛出しちゃって、やめればよかった、はい、やめればよかった、はい、これは内田翔一君と、あとは進むですね、はい、あのなんだっけ、レッスルゲート、前レッスルゲート、はい、あ、まあ、今のレッスルゲート、はい、この進むがあれなんですよ、もう巷では かっこいいっ て、はい、すごい広島をキャーキャー言わせている。いや、今あのちょっと東京らへんのファンの人も広島にかっこいい人がいるらしいって言って、いいですね、はい、あの1回フリーダムスの広島大会出てもらったんですよ、はいはいはい、東京から追っかけてきたファンの人が、何あの人かっこいいじゃないのみたいな感じのノリになって、はい、そこからちょっと広島まで応援に行くようになったらしい。あ、すごいですね、はい、山陽の貴公子ね、ねえ、はい、やっぱりそういうの大事ですよね、大事ですね、それを止めるためにわざわざね、はい、そこに足を運びたくなるっていうだけのね、はい、ものを持ってるから。レスラーとしてはどうですか。いや、まあ、めちゃくちゃそんなにじっくり何回も見たことはないんですけど、うんうん、あの、なんですかね、この、ま、線が細い分、やっぱり器用なのと、うんうんうん、あとそのやっぱ気持ちが前面に出るっていうタイプでは僕の好きなタイプではありますね。ね、はい。彼ももうまだ3年ぐらいでしょ。もうちょっとじゃないですか、ね。もうちょっとかな。はい、でなんか手先の器用さだけになんかこう頼らないっていうか。うんうん、ああ。おお、スタイルフラッシュ。はい。でこのカバー。うん、まあ、なかなか、ね、場所からあれですけど、でも試合数が増えてて、それこそね、本当にお客さんの前にもっともっと、はい、はい、だから、うんうん、うちも本当もうちょっと余裕があったら広島から呼んであげたい選手では本当ありますね。そうですね、関西方面の人はぜひね、気にしていただきたいですが、はい、この内田君もいつも広島の後の僕イベントやるんですけど、はい、いつもこう協力してくれる。あ、そうなんですね、はい、いいやつなんです。まあ、ダブのチャンピオンなんですね。あ、そう、チャンピオンなんですね。ご先生方、新日本、全日本、ロア、スマッシュ、それのベルトに少しでも近づけますからね。うん、武者のリングにも、はい、それのそこのベルトにもこう遜色ないだけのものをこのダブのベルトをそこまで持ち上げていきたいという。ただ一つ共通しているのは、その大石選手が言ったその団体にも負けない
今度ゴールデンウィークにやるらしいんで、うん、はい、またよかったらそのぐらい取材に来てください。そうですね、はい、今度も出るんですか。はい、もうお話しいただいてます。いいですね、はい、はい、ということで内田選手も別に多分所属っていうわけではないですけど、ないけどレギュラーですね、うん、今はチャンピオンなんでシングル、はい、やっぱり自分が巻いてるこのベルトをね、どこのベルトにも負けたくないベルトに価値を上げていきたいっていうのは非常にチャンピオンとしてはね、はい、そうね、素晴らしいこと、ね、気持ちがいいなというふうに思いますけど、佐々木さんって結構ほらいろいろそういうローカルの団体にも出るじゃないですか、はい、それはなんかやっぱりこうオファーがあったところにはできるだけ協力したいなっていう気持ち。オファーがあったのは もちろんそうですね、基本オファー受けて断ったことは多分ないと思います。よっぽどスケジュール的に無理じゃない限りは全部受けてます、うんうん、でダブに関しては逆に僕の方からお願いしますって言ったぐらいなんで、はい、それなんかやっぱりこう気づけるものがありました。最初はダブの存在知らなかったんですけど、あの、まあ、優子が宮本優子が、まあ、の出てるって言って、うん、でダブってどうなのって聞いたら、うん、まあ、熱いっすよ、うん、面白いっすよって話を聞いて、うんうん、ちょっと出てみたいなと話を聞いてて、はい、それでよかったら俺でよかったら出してもらえないかちょっと聞いてみてよって言ったら、なんか向こうが逆にびっくりしたらしくて、いやそうですよ、出てもらえるんですかみたいな感じで、うんうん、はい、そこからの縁で、うん、はい、で実際行ってみたらやっぱり面白かった。面白いですね、はい、で、まあ、赤いタイツ履いてるからかな、何なのかすごく僕を広島寄りで見てくれるんですね。あ、なるほどね、広島、はい、県民の皆さん、カープなんだ、なるほどね、はい、まあ、分かんないですけど広島側の人間みたいな感じで応援してくれるんで、外敵感がない、ね、全くないですね。いいですね、はい、はい、ぜひ、ゴールデンウィークにまた興行あるということで、はい、佐々木選手も5月1日です。1日、はい、はい、お近くの方ぜひ足を運んで